今回の内容は前回からの続きです。前回の配信をまだお聞きでない方は、前回分からお聞きください。はい、大草原に帰る日でした。はあ、はあ、はい。はい、じゃあ次宮崎さん。私、うん、私はね、2つ目だと、上杉鷹山っていう。上杉鷹山って、うん、あの上杉さん？上杉系、そうですね。有名な人だよね。そう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 、上杉謙信の、まあ、上杉系のずっともう、まあ、江戸時代の半ばの人。なんか上杉家の中高の祖とかなんかいう人よね、うん、財政なんかなんか立て直した人だよね。名前はよく聞く。あ、本当に、うん、これもまあそれこそ NHK で昔あの、ね、お正月かな、お正月の単発の時代劇、うん、長編のやつでやったことあるんですよ、はい。あ、本当に。もう、まあ、これも10年で聞かないかな。知らないですね。筒井やったか。若い方。道隆。あ、はいはいはい、あの人が上杉鷹山の役で、うん、う、お正月にあるでしょ、あの1回か2回もので NHK スペシャルで、ね、あれでやったんですけど、うんうん、これも道門冬至って、まあ、歴史系の小説でよく名前聞きますね、人ですけど、うん、また本当にそうそうですね、犯罪者を立て直す話で、もうこの人だから養子で来はるんですよ。高鍋ってあの宮崎県の藩から、宮崎から、秋月家から東北に、で、まあ、要するにもう上杉家はもうほとんど財政が破綻状態で、もう藩を大名を返上しようかなって思ってて、そんなに逼迫してんの、うん、へえ。で、上杉家ってほらあれじゃん、関ヶ原の時に豊臣方です、豊臣方ってかね、はいはい、あの家康にあれされて、あ、であれで領地減りましたね、思いっきり減らされたんですか、30万石か100何万石くらいから30、だいぶ減ったってね。だからそれリストラしなかったんです。なバカだね。バカだけど、まあ、ずっと越後からの家臣なんで切れないから、ね、でその後一回あの後継ぎが生まれなくて、で前なんか違ったんですけど、松子養子、あの、あ、死んじゃってから後継ぎ決めて、でまあ名門だからそれで残れたんだけど、それでまた領地が15万石まで減らされるんですよ。あ、減点食らったんだ。そうそうそう、あら。でそれでも要するに家臣が百何万、越後一国の時代からのままなんで、もうとんでもない会社、社員が多い会社なのね。でもこの頃にはもう財政が破綻寸前で、まあまあだからちょっと上杉家としては手よくその養子を迎えて、まあ、自分とこでこう潰すのが嫌だからっていうのがあったみたいで。あ、自分の血筋で潰すんじゃなく、まあまあ、ちょうど男の子が生まれなかったっていうのがあるんだけど、なるほど、そういう背景がね、うん、なんだけど、まあ、まあそれならいつでもできるから一回やらせてくれよっていうんで、こういろんな改革をやっていく、成功しちゃうんだ。まあそれまでいろいろ、まあ、小説の中で反対派の人とかいろいろあるんだけど、ね、うん、上杉鷹山ってさ、赤穂浪士の時より後の時代の人？そうですね、少し後ですね。少し後なんだ、うん、将軍様の時代は何、誰ぐらい、誰かしら、綱吉の時が家春かな。あ、だいぶ、じゃあ家春って10代、なんだ11代、うん、なんかそうですね、結構終盤、江戸幕府、そうそうそう、後半戦に入ってきた頃だ、ね、あれじゃん、あの、あれ、あんなんだっけ、赤穂浪士の時、なんだっけ、うん、吉宗、あ、綱吉、あ、そう、うん、綱吉の時のあの吉良光助の息子が上杉家の養子に入って、はい、入って、入って、あの時がそのさっきの15万石に減らされた時。ああ、そうなんだ、あんまり印象ないな、つながってるのが記憶に残ってるの、ドラマって見てて、うん、あ、なるほどね。あ、そう思うとドラマ的になんかすると面白いのかもしれない、ね、いや、そう、ドラマも結構すごく、僕それこれはその逆のパターンで、ドラマを先に見て面白いなと思って、なるほど、うん、お、改革の話なんでね、すごい前向きな話で、あれだよね、あの米沢に行くとさ、うん、上杉神社ってあって、はいはいはい、上杉鷹山の像が立ってんだよね。あ、鷹山ありますね、うん、だからあと僕知ってるのも上杉謙信と掛勝と、はいはいはい、もうあとスコーンって抜けてる、あの人がまた鷹山がパーンって出てくるの、まあそうでしょうね、上杉家で出るのは
それぐらいじゃない？なるほど、ね。あとはね、あんまり。ああ、うん、上杉洋さんね。それは文庫本で出てますか？文庫じゃないけど、あの、ハードちょっと大きい、ハードっていうか、あの、ああ、新書版？新書かな。選書版？うん。まあ、あるのね。硬い表紙じゃない、大きいやつ。ソフトカバーで。そうそうそう。はい。はい、詳しくは amazon.com で。上下巻ですね、確か。二巻で。はい。長い話ですけど、ね。はい。じゃあ次僕で、ね、うん。はい。次また戦争もんなんですけど、太平洋戦争もんなんですけど、山崎豊子の二つの祖国。ああ。ドラマばっかりじゃん。なんだ。そうね。ね、これは、最近の話ばっかりですね、しかも。そうですね、すいません。うん、なんか、むしろ、お侍さん出てこなかった。古代だな。源氏物語も読んでないし、なんですけど、これは、日系二世、アメリカ二世の物語です。大河ドラマ、サンガ・モユの原作です。はい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 、で僕ら大学生の頃なんて、うん、昔のドラマのソフト化、ビデオ化とか DVD 化って、まだないし、はいはい、で、大河ドラマって再放送しなかったじゃない、しないじゃない、ね、今でこそ、なんだっけ、あのケーブルテレビみたいな時代劇チャンネルとかさ、ね、そういうところで再放送で見られますけど、当時見られなくて、で、見てみたいなって、うん思ってた過去の大河ドラマのもう筆頭の一つだったんですよ、僕的には。ああ、そう。うん。渋いね。うん。やっぱ、子供の頃だよね。いや、子供っていうのも、これも大学生ぐらいの時に見てみたいなって思った。いや、ドラマをやってたの。ああ、そうそうそう、ね。で、見たけど、子供の時は幼すぎて、ああでしょうね、わかんないんだけども、ああ、見てみたいなっていうのの、こう、思いがあったけど、見れなかったから、小説を読んでみようじゃないかと、はあ、いうことで読んだんです。はあ、うん。で、結構ハラハラドキドキ、こう、してでもうっすらこうテレビドラマの幼心に残ってるいくつかの場面とかもこう噛み合って、これ場面はいつ出てくるんだろうってドキドキしながらこう見た思い出があったのと、主人公が日系二世の天羽賢治で、弟もいるんですけど、弟は日本の方でいた時に戦争が始まって、そんな話だった、ね、まあドラマ的にはそのフィリピンかどっかの戦線で出会っちゃって兄弟で戦うみたいなのなんかがあったのが覚えてるのと、原作の方ではね、天羽賢治の奥さんはアル中になっちゃうんだよね。あ、そうなんだ、うん、っていうような、なんかまあこの強制収容所のマンザナール強制収容所とか有名じゃないですか、アメリカの日本人のね、うん、そういうところとかこう見てて、あと読んでて結構ドキドキした印象があります、うん、で、これとよく似たドラマがなんだっけ、橋田ドラマで、橋田壽賀子ドラマでもあったでしょう、こういう日アメリカ日系二世の TBS ドラマで、あったっけ、うん、あったんですよ最近。最近ここ数年、これなんで99年愛だったかな、で、あ、なんか3、あ、違うわ、草薙くんとか仲間行方が出てた、あった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 、ありましたね、同じ話だと思いながら、ネタは同じようなネタ使ってるのかな、服装とかは当時残ってる映像のありましたありました、そのまんまなのかなって思ったりして、あれもね、これも二つの祖国でもそうなんだけど、うん、このちょっと橋田ドラマの方なんだけど、うん、まあ、アメリカ日系人でアメリカに残ると結構いじめられちゃってたから、うん、女の子娘たちを日本に返しちゃったのよ、うんうんうん、ね、橋田ドラマの方では、はい、でそしたらそんなんね、何十年も音沙汰のないね、うん、兄弟の娘が預かってくれて実家に来られたの困るんだけどって言って、はいはいはい、でみんなでちょっとたらいま、あ、じゃあお前一人、お前も一人っていうふうに分けっこしたの、はい、でまたね、なんかそのドラマの橋田ドラマの
なんか実家は、その主人公の実家はなんか山陰の中国地方の山奥で、うん、でそのおばさんたちが嫁いだのが広島の中心街と沖縄なのよ。はいはいはい、そんなね、戦前にね、沖縄にね、嫁にね、行くような話ってそんなあるのかなとか、絶対これって、まあ、そうだけど、それって絶対沖縄戦の話と原爆の話も絶対なるんでしょとか思ったら案の定だったんだけど、まあ、そうでしょうね。あのこの2つの祖国でもね、うん、あのやっぱ広島の方もの関係者の方も出てて、うん、被爆しちゃう、うん、であのっていうようなあのエピソードもあったのもうっすら覚えてます。うん、で、主人公の天羽源氏は、まあ、戦争中は、アメリカ兵として戦って、うん、戦後は日本で通訳として、東京裁判の通訳をやるんだよね。ほ、うん、ほんで、うんざりして自殺するんだよね。それはあれなの？実在の人なの？実在のじゃん、この人実在の人物なのか知らないです。あ、分かんない。フィクションじゃないです。これフィクションでしょ。うん。うん、ですね。なんか大変だなあっていうこう、なんか知らなかったから、その日系人っていうのがほら、うん、ロサンゼルスとかハワイとかにさ、うん、いるっていうのは知ってたけど、そのこの太平洋戦争の時にどんな扱いを受けてたかなっていうのは当時僕は知らなかったんで、うん、ああ、いい勉強させてもらったっていうか、うん、こう、あ、こんなんもあるんだって思った、こうためになった、うん、物語でした。なるほど。はい、はい、答え。え、もうないよ、俺。あ、ないですか。ね、はい。意外と読んでないというね、びっくりですね、2人とも。歴史小説じゃないじゃないですか、あなたのは。だって歴史じゃん、戦争もだし。歴史だけど、昨日の話と人心の乱の話じゃないですか。もっとなんか織田信長とかで、自分もね読んでんのかなって思ったけど、読んでないのね。読んでない。はい、ね、そうだよね。二人とも戦国ものは出てこなかったね。うん、まあ好きなんでしょ。いや、読んだって言われるやん、読んだことあるけど、読んだことないとか、戦国ものって読んだことあるのかな。あ、本当に、うん、でも大好きだったら多分家に残す、取ってあると思うんですよ。古本とかに裏付けとかしてて、はいはい、何にもなかった。あ、そう。本当にエッセイとか、うん、趣味のとか漫画ばっかでしたね。まあ一回読んじゃうとね、なかなかもう一回ってのはね、はい。はい、企画倒れです、これ。なんで？ちゃんと言ったじゃん。皆さんちょっとご希望、こんなん出てくるかなとか、ドキドキハラハラしてるけど、全然違うよ。あ、変化球とカーブと。そうですね。はい。すいませんでした。さあ、お便り読むよ。ん？お便り。はい。はい、ちょっと、2、3通。はい。ちょっと長いんだけどいくね。はい。まず、1つ目、多心中さんから。ごめんなさい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。すでに日本の夏日に根を上げてしまいそうな多心中です。あ、はいはい、前回のメッセージでカナダの花粉事情についての疑問がありましたのでお答えしたいと思います。ロッキー山脈周辺の花粉は自分の体感でですが、日本の花粉よりも多いと思います。水たまりの水面には黄色い膜ができますし、車のワイパーのところにも線ができるほど乗っているので相当だと思います。自分も花粉症持ちで、それを初めて見たときはヒヤヒヤしましたが、杉の種類が日本とは違うようで全く症状は出ませんでした。うん、治ったかもと期待して帰国しましたが、先月頭、春先でしょうね、うん、にバッチリ花粉症の症状が出ていたので、残念ながら耐性ができたわけではなかったようです。ようやく奈良鎌倉の大仏の会を聞きました。ゴールデンウィーク中は鎌倉の神奈川県立近代美術館
通称鎌倉館に行ってきたので、タイムリーな話題で楽しませていただきました。今後も配信楽しみにしていますということですね。連休明けにいただいた、ゴールデンウィーク明けにいただいたお便りなんですが、カナダのね、はい、はいはいはい、カナダに数年住んでてね、あのオーロラ見に行く時とかにおもれきを聞いてくださっていた写真中さんですね。そう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 です、そうです。種類が違うんだ、好きすぎでも。でもそういうもんなの、わかんない。でも花粉症状が出ない、出なければ私は幸せだから羨ましいなと。いやでも出られるんでしょ、だって日本に帰ってきたら花粉症状出るんだって。カナダでは出なかった、違うのかな、種類が違う、うん、じゃあ向こうの人も向こうの杉で花粉症なのかな。向こうの人は向こうで、カナダ人はカナダの杉で花粉症なのかな。どうなんでしょうね、これ多心中さんがたまたまそうだったのかもしれないよね、うん、それにしても今カナダといえば花子とアンですよ。ああ、カナダはね、うん。だって今から出て、今まだドラマ的には関係ないでしょ、まだ。関係ないけど、そのうち赤毛のアンっていう作品に出会って翻訳するんでしょ。はあ、で想像の翼でグリーン・ゲイブルズとかプリンス・エドワードとイメージしながら書くんじゃないの。ちょっと面白いんだけど、花子とは見てます？いや、あんまり見てない、なんかね、朝ドラっぽくないの、昼ドラっぽいの、うん、ああ、今そうらしいですね、仲間ゆきやり放題なよ、なんか、ああ、うん、あの吉高由里子別にいいから、仲間ゆきの方の話でもっとやってくればいいのにと、こうドロドロしたのが好きなケリーさんは思うんですけどね。そっちには行かないんですか？え、そっちもやるけど、メインは吉高由里子さんの方ですから、はいはいはい、どうだろう、3対2ぐらいで仲間由紀恵の方も出るんですけどね、うん面白い。またちょっとその辺もいつか取り上げられたらなと思っていますがね、うん、はい、あったね、あのゴールデンウィークは鎌倉にも行かれたそうですが、鎌倉もいいね、本当ですね、楽しい街だよね、あそこね、近いとね、行きたいですよね。ちょっと近いとね。我々はちょっとね、なかなか行けないとこなんで。そうだね。でも、こうやって手紙読む、いただいて、お便りいただいたりして読むと行きたいなと思うんでね。うん、また、どう？夏休みとか関東に行く用事とかないんですか？ないでしょう。うちも一回行ってみようかなとか思ったりもするんですが、ね。ね、はい。多心中さん。タチンチューさん、ありがとうございました。うん、はい、ありがとうございます。もう一つ行くよ。ちょっと長いんだけど、行っちゃうね。はい。貝の里親さんという方からいただきました。はい。こんにちは。初めてメールします。札幌在住の貝の里親と申します。いつも楽しく拝聴させていただいています。以前の放送の古代蝦夷の貝についてですが、地元の北海道ということもあり、興味深く聞かせていただきました。放送を聞いていてふと思い出したのですが、今から数年前、うん、札幌市内で出土された縄文土器の土器などを展示するイベントが、市内の図書館で開催されていました。うん、数年前の話なので細かいことはあまり覚えていないのですが、そのイベントで札幌の縄文後期の様子を解説したパンフレットをいただきました、うん、そのパンフレットがたまたま自宅に残っていたので参考までに送らせていただきます、はいはい、札幌市内の縄文時代の土器や遺跡などに関する資料ではありますが、札幌市内の遺跡のマップなども載っていて、見るだけでもいろいろと参考になることもあるかと思います。うん、ということですね。すごくがっちりしたパンフレットのコピーをね、ありがとうございます。ありがとうございました。北海道をね、北海道ってさ、まあ、昔から縄文時代の頃からも、うん、こう人って住んでたんだけど、寒くなかったのかなっていうのが僕いつも。こういう北国の空のことだって服着てないじゃん。縄文はほら今より少し温暖だから、温暖がそう、うん、それでも寒いでしょ。まあ、で寒いけど今ほどじゃない。あ、そうなの。で、こ、うん、ね、まあ
あのいろいろとたくさんあって、あの一通り目を通させていただきましたが、うん、もうこれは全国各地にあるんだろうね、こういう遺跡ってね。北海道だけですね。まあ、そうですね。ね、まあ、どこだって人の営みがあったわけですから。ね、うん、うん。こういうね、地域のいろんな展示っていうのはなかなかね、住んでないと拾いきれませんしね。うん、面白いですね、これもね。またゆっくりちょっと読まさせていただきますね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まだ続きがありますのでいきます、うん、あの時代に行ってみたいというテーマについて私も考えてみたのですが、私は過去よりもむしろ数百年後の未来に行ってみたいです、うん、そしてその数百年後の未来では、現在今だったら2000年初頭ですが、うん、の日本がどういった形で教えられているのかを知りたいです。例えば、いつからいつまでの間を何々時代という名前でまとめられているかや、2000年代初期の人物で誰が偉人として教科書に紹介されているか、またどんな人がお札に描かれているかなどなど、うん、未来から見た現在の日本の光り輝く明るい時代のように見られている見られ方をしているのか、また暗黒時代のような扱いを受けているのか、そういったものを見てみたいです、うん、ということでね、これって僕も気になるんだよね、うん、僕たちが歴史の教科書に載ってるかどうかっていうのも気になることだし、だけどこう、あなたか、うんうん、普通の歴史のとこには載んないけど、ほら文化の時代、文化のページもあるじゃないですか歴史の教科書ね、はあはあ、ほんでこうね、こう20世紀の初頭の文化っていうセクションで、うん、こうインターネットが普及して、こうポッドキャストというのが発展して、うん、人気番組でケリーさんと水月さんがとか絶対出ないもんね。まあ、美空ひばり級じゃないと。ああ、美空ひばりは今日本史の教科書には載らないでしょうね。日本史の資料なんかでやっぱ美空ひばりとか、そうそうそう、鉄腕アトムとか、そういうのは見るんだけど、国民栄誉賞とか取らないと。そうだよね、黒澤明だとか、あ、そうか、国民栄誉賞だったら資料に載るか。うん、ですね、トラさんとかなってるよ。でね、このね、僕歴史の教科書を、ね、一回チラッと見た時にね、うん、冷戦終結から現代、うん、今の歴史を教科書的に見ると、うん、僕がよくちょっと愛用している本は4ページしかないのよ、うんだからもうこれ冷戦終結からもう2、30年経ってるわけじゃないですか。そうですね。そっから現代まであんなこともこんなこともあったのに、うん、教科書的にはね4ページだけですよ。で、教科書的にね太字になっているのって歴代総理の名前ぐらい。うん。うん。まあ、歴史と言えるのかっていう、ね。まだ歴史になってないんだろう。うん。だろうけど、でも大変だよね。100年後の世界の人ってさ、うん、そんだけ100年分歴史が増えるから、お勉強する量も増えるわけでしょ。まあね。だって僕ら2000年分だけでいいのがさ、100年後の世界の場合、2100年分勉強しないとダメだから、いっぱい登場、歴史上の人物も増えるわけじゃないですか。どうなんでしょうね。今みたいに暗記とかしないといけないのかしら。どうなんだろうね。なんとかパッドでピピピってやるんじゃないの。iPad でピピピって。いやー、そう。コピペしたら受かるようなのじゃないの。iPad 持ち込みかとかなんじゃない、受験は。ああ、そうなのかな。わかんないけど。ね、どうやって受けるんだろうね。うん、とりあえず今は平成時代って、乗るだろうね。ね、まあ私たちも教科書に載るように頑張りましょう。難しいねまだ続きがあります。お、話は変わりますが、5月9日のアルコ&ピースのオールナイトニッポンのポッドキャストで偶然おもれきの名前が紹介されていましたのでご連絡します、う
知ってます？パルク&ピースって。わかんない。もうどういう、あの、芸をお持ちの方か知らないんですけど、あの、ポッドキャストランキングではよく見かける。あ、本当芸人さんなんですか？うんですね。オールナイトニッポンやってんだから。なんで松任谷由実とかだってやってたじゃん。ああ、芸人さんじゃ、芸能人、芸能人なんですよね。はい。はい、で、その、このポッドキャストは、オールナイトニッポンの本放送終了後に、放送内容を振り返る内容のものです。その放送の中で、ちょうど、アルコ&ピースの二人が自身のポッドキャストの番組の順位を調べる話になり、うん、その際に前後の順位の番組がどんなのかを二人で確認した際に、たまたま下の順位が主に日本の歴史のことを話すラジオ、僕たちの番組でした。うん、ちょうどその時の順位ですが、アルコ&ピースのオールナイトニッポンは99位。うん、で、おもれきはその下のちょうど100位のことだったんですって。で、二人がたまたま二つの番組のリス、あ、会の里親さんが、このたまたま二つの番組のリスナーだったので、うん、アルコ&ピース側の番組からおもれきの名前が出てきたときは、聞きながら思わず、おーと声を出してしまいました。うん、ちょっと長くなってきましたのでこの辺で終わりにします。今後も面白い配信を期待していますということですね、はい、多分ね、僕たちこのポッドキャストの iTunes のランキングで総合ランキングっていうカテゴリー と、各ジャンルごとのカテゴリーがあるんですよ、多分やので、うん、多分総合ランキングで、その日は99位がアルコ&ピースで、100位が僕たちだったんでしょうね、うん、このオールナイトニッポンっていうのもポッドキャストなんですか？そう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 、ああ、そう、オールナイトニッポンってポッドキャストでもやってるの？うん、だからその僕もね聞いてないんだけど、はい、その番組とオールナイトニッポンとかは聞いてないんだけども、そのオールナイトニッポンの一部の放送とかをあ、でラジオでやったやつをそのまんまやってるものもあるし、うん、その番組放送の後の内話話をポッドキャストで配信したりとかでこうしてるんですよね。ちなみに、今日この時点でそのアルコ&ピースさんのポッドキャストランキングは、うん、アルコ&ピースは18位。お、すごい。で、おもれきさんは36位。すごい。総合で36位ですよ。そう。え、総合で？そうよ。歴史じゃなくて。はい。ちなみに社会文化カテゴリーでは、おもれきさん、今、ランキング5位でございます。あ、そう。すごいね。てーって感じです。あ、そうですか。はい。乱高下激しいんですけどね、うちの番組ね。うん、ちょうど今日ほら、今日、今日曜日でしょ、うん、配信してるんで、新しいの。今日したんですか？今日したしたした一番。本当に、うん、いつも遅いじゃん、なんか。え、そんなことないよ。いつも午前中やってんの？うん、あれね、シーサーブログってね、で、いうところ経由で載せてるんだけど、うん、前もって予約してるんですよ。ああ。何日に配信するようにって、予約入れてあるので、基本毎朝5、毎週日曜日の5時に配信するようにしてて、それはしてあります。ははは。うん。ですね。はい。まあそうやって全国的に有名な、ね、オールナイトニッポンで名前が呼ばれるだけでもたまたま前後だったんです ね前後賞だね。そうですね、もうやっぱり有名人ですね。向こうはだいぶランクが高いですけど、ちょっと意識されてるのかな。いやライバル視されてるんじゃないかなと。負けないように16位目指して。はい。だって総合ランキングだってみんな本当に日本放送とか TBS 大臣。プロばっかりじゃん。うん、だから素人の中ではランキング高いんですよ。ちょっとね。検討、うん。検討してる。ですよ。さあ、ちょっと時間いっちゃってんだけど、もう一つだけね。おいしい。短いのね。アマンさんから。はい。はい。今回も興味深く聞かせていただきました。戦争体験を語り継ぎ、平和のありがたさを噛み締める必要も感じましたという
お便りをいただきました。これは台湾のお話の時ですか。あ、そうだ、じっちゃんの話だ、うん、の時です ね。こういうのってさ、他の人もいろんな体験談とかもさ聞いてたりさしてる人もいると思うから、なんかこういうのも聞きたいなってちょっと思ったんですよ。皆さんの戦争体験。ああ、僕ら戦争体験してないけど。戦争体験ね、うん、もうだいぶお年ですよね。そうそうそう、うん、で、あの別のポッドキャストでそういう戦争経験者の体験をこうあのレポートして配信してるって番組もあるんだけど、ちょっと僕らなかなかそういうことまではしないので身内の話ぐらいしかないけど、うん、いろんな人でほら、でも自分なんかもう戦争に行った人もそんないないんで、内地あの本土にいて空襲体験したとか防空壕に隠れたっていうような話しか聞いたことないから、年齢的にねもう十分してる人はなかなかおられないんじゃないですか。だからね、なんかそう他のリスナーの皆さんの、うん、こう家族とかで聞いたことのある話とか、おじいちゃんの話とかね、だってうちの僕の親戚は大陸に行った人っていないんですよ。中国とか朝鮮半島から帰ってきたっていうような、何戦争があって兵隊で、兵隊でもないし移住入植とかもしたこといないけど、そのさっきも言ったさほら大草原に帰る日とか大地の子とか、うん、その小説読んでもドラマにしてもあの帰ってくる、うん、こう様子とか見てめっちゃ大変そうだし、うん、怖っ、やばい感じじゃないですか、うん、でああいうのって体験がないから僕は分かる、漫画とか小説でしか見たことない。ああ、そういう人はいないかな、うちも。だからこのリスナーさんのね人でそういう体験した方の話も聞きたいですが、うん、聞いたことあるよっていうようなのもお便りくだされば、うん、ね、楽しいじゃ、楽しい、これは楽しいじゃダメだけど、楽しいというか、うん、まあまあね、興味はありますね、うん、はありますのでね、うん、またいただけたらと思います。はい、天野さんもありがとうございました。はい、じゃあ終わってきますね。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマは、あの時代に行きたい、あの人に会ってみたい、うん、おすすめの歴史漫画、歴史小説、うんうん、本当に歴史小説はどんなんでもいいね、うん、あんまりなんか宇宙に飛んじゃうとかあんまり変なのはダメかな、うん、まあお任せします。はい、はい、大河ドラマの思い出、大河ドラマに取り扱ってほしい人物やテーマ、うん、おすすめのお城、あと知ってる戦争体験談などを募集しています。はい、お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。はい、はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら、さよなら。